フラガに対してスライディングです。末吉中村から北川アウトで出してリターン、カルニーニョスから北川、上位対決均衡を破れました。清水エスパルスキャプテン北川のゴールで先制です。3戦連発となりました北川晃也、今シーズンは止められません。あそこ今高橋選手が胸トラップした選択がうまかったですよね、はい、で、あとは北川選手とカルビニョ選手のこのコンビネーション、まあ、非常にうまかったですし、シュートを打てるスペースにしっかりカルビニョ選手がパスを出したことによってこの北川選手も落ち着いてましたし、まあ、少し余裕が生まれましたよね。本当にこの2トップはコミュニケーションが連携が非常によくできているんです、はい。